小学生のお子さんをお持ちのお父さん、お母さん、お子さんが学校でいじめに遭っていませんか？とかくね、自分の子供は大丈夫、そう思われてる方、お父さんお母さん多いかと思います。誰しもね、そう思いたいのが当然です。またね、いじめの方に回っているお子さんのおられる方いませんか？お父さんお母さん、子供はね、まだ子供なんです。このいじめの問題はまさに私たち大人の社会の問題でもある。私たち大人の社会のこれが子供さんに移ってるんですよ。皆さん、学校でいじめにね、加担していないですか？お父さんお母さん、あなたのお子さんがいじめられてないですか？またいじめに加担していないですか？お子さんにゆっくりね、話を聞いてあげてください。どうしてもね、子供さんはね、自分のお父さんお母さんには弱音を見せないよ、見せようとしない。これもまた子供のね、心理なんですよ。皆さん、まさかまさかまさかじゃ困るんです。またそういう問題が起きて困る。ご自身の子供がね、まさかいじめの方に加担してるなんて思いたくないし、想像もつかない。また子供自身もね、気づいてない。ただ成り行きで騒いでてるだけ。後々後で調べてみるとね、そんなようなことなんだ。しかしそこで亡くなって しまった、怪我をしてしまった、これじゃダメです。皆さん、ご自身の子供を守るのはね、お父さんお母さんしかいません。学校など当てにしちゃダメなんですよ。また学校の先生の責任でもありません。しつけや道徳はお父さんお母さんの責任です。ことにしつけ、これらの問題はお父さんの責任なんです。ご家庭で子供さんが、ご自身の大事な大事な子供さんがね、あ、こんばんは、いじめていないのか、いじめられていないのか、どうか今一度子供さんとね、ゆっくり話してください。どっかにちらっと見えます。手遅れになってからではダメなんです。ご自身のお子さんはお父さん、お父さんがしっかり守ってください。こんばんは、ありがとうございます。